こんにちは、つつむこです。久しぶりに妖怪ウォッチプニプニ、起動しました。多分以前の動画でね、フルでガチャやって大爆死して、そこから起動しなくなりましたね。どのぐらい起動しなかったかっていうと、2016年11月11日に最後に遊んだんです。めっちゃやってね、1年半ぐらいやってないね。僕がやるのはもちろんこれです。ツチノコの里おはじきバトル、イエーイ、やろ。おい、ツチノコ大変なことになってんじゃねえか。あ、なんかおはじきバトルつって全然違うんだね。今ツチノコにダメージ与えよう。あ、かわいそう、ツチノコが。うわ、なんか勝手に始まったけど。妖怪にはいたずらする妖怪はいても、本当に悪い妖怪はいない。何これ、おい、右下にいるんじゃねえか、ツチノコが。本当に悪い妖怪は奥底牢獄に捕らえられていた。あるものによって牢獄は破られ、本当に悪い妖怪たちが解き放たれた。牢獄を破った者はリンネと名乗った。すべてが謎に包まれている不気味な妖怪だ。へえ、リンネは解き放った妖怪たちを率いて、自分たちを否定した妖魔界と閻魔大王に復讐する。悪を極めし妖怪たち、その名は極妖怪。あ、これか、この左上ってこと。ドラドラ、邪悪な陽気を感じるでゲス。あ、ごく土の子。ねえ、やべえ、本当に悪いじゃん。ごく土の子と友達になろう。どうやってなれるの。あは、かわいい。ここが土の子の里でいいっす。土の子たちが暮らす平和な里、なんだか騒がしいですね。ああ、これは良いところに。私は土の子の里の長。実は最近急に仲間がいなくなる事件が起きていて。なんと、仲間たちの話では恐ろしい姿の土の子が仲間を襲っているとか。いいいい、こんなところにてか、おい、手が生えてるぞ、土の子から。ひぃ、ごく土の子よ、この里の土の子たちの運を全て吸い尽くすのです。吸い取れば吸い取るほどにあなたは強くなれるのですから。わかってるよ、リンネ。僕もまだお腹ペコペコだよ。僕似てるね。ゲリンネと極妖怪です。土の子を襲っていたのはこいつらだったんですね。またあなたたちですか、しつこい連中ですね。ごく土の子、相手をして差し上げなさい。いや、リンネ、人間は特に嫌いなんだ。キュピーン。あ、鳴き声は一緒だな。里の土の子を狙っているようです。まずは里を進んで土の子を見つけて、その土の子をおはじきで遊んでください。おはじきで勝つと運が良ければ出てくると。なるほど、やってみよう。まあ、これでちょっとプレイしてみるか。なんでなぁ、なんでなぁ。このパーティーも1年半前のパーティーだからね。ツチノコ出現、現れた。お、どうすんの。ツチノコ発見です。一緒に遊んでよ、はじきバトルしよう。それではおはじきで勝負。お、やろうやろう。おはじきバトルはいつものパズルとは違って元気というものを使いますよ。時間が経つと回復するみたいです。元気を使ってプレイ。普通だと10、50使うとたくさんダメージ。なるほど。あ、今50あるの。フルパワーでバトル。まあ普通にまずバトルするか。セットされている妖怪パニュース素早さが弾けるとズバッと飛んでいくみたい。1回のバトルで弾ける回数は最大5回、順番で弾く。なるほど。これで動かせて、この場所から、はい、プニ玉と呼ばれる貴重なもの。はい、ストライクショット。ストライクショット。
プニダモゲットするとおはじきの強さが上がります。なるほど。お邪魔玉は触れると強さがダウンするので触れないようにはじきましょう。おーすごい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 。プニダモをたくさん取るほどダメージが増えるようですが、果たしてどうでしょう。ヒットバチン。かわいそう。おはじきで遊ぼうよじゃないじゃん。ただのいじめじゃんこれ。おはじきのダメージボーナスがあるようですね。コースが変わるようなのでチェックしてから行きましょう。終了。お疲れ様でミス。うん、なるほど。かわいそう。ちょっと あんまりそういうことしたくなかったんだけど、やっつけちゃった。遊ぶんじゃなかったの？おはじきバトルで遊ぼうよって言ったのに倒しちゃった。仲間にしたかっただけなのに。僕すがかはじきがいるやん。またバカを見つけてね。どこかへ行ってしましたね。なるほど。実況って何？あ、すごい。和樹くんは僕をずっと友達でいてくれたんだね。この坂道でレアな妖怪見た気がするよ。ほんと？君がレアな妖怪じゃないの？お、ボスまで来たぞ。プニの技とスキルのレベルがおはじきでは大事だよ。ほんと？そうなの？ちょ、おはじきバトルやっとくか。よし。普通にバトル。5個土の子と戦えないかな。お、あ、むずい。ボーン。どう？あ、バッド。マジで。ミッション失敗。うわ、超むずいんだけど、どうやったらいいんだ。ほい。いや、難しい。やっべえ、下手くそすぎるんだけど。いけ、いいぞ。倒したギリで。よし、難しい。ちょっと思ってたのと違った。よし、ちょ、何回かやんなきゃダメだねこれ。よし、じゃあボス行くか。あら、ツチノコ星人じゃん。よし、行くぜ。さあ、これ多分レベル上げパーティーなんですよね、今やってんの。よし、ツチノコ出現。お、レベル3。何回かやるか。どんぐらいの、こっちから。あー、なんかひっついてきた。よし、いいぞ。オッケーオッケー。よく見ろ。こっち側からこんな感じで頑張れ。よし。ちょっと困り顔がかわいい。ここはまっすぐだね、ど真ん中。よし、いけー。いいぞ、楽しい。次、うん、ここ当てる感じで、いけいけいけ。いいぞ。この焦ってる顔がいいな。で、こういって、なるほど。
いけけけけけけけ、よし、ミッションクリア、ダーン。だんだん楽しくなってきた。またやっつけちゃった。おはじき上手だね。よし、次行こうか。あら、友達が倒しても極土の子は出てくるよ。極土の子というもの、この里のものなのでしょうか。ちょっと強いパーティーで行った方がいいかな。勇ましで固めてっていうのが結構強かったような気がする。どういうパーティーがいいか忘れちったな、ほんと。お、土の子出現。よし、おし、いけ、武士にゃん。はい、お、いいぞ、完璧、パーフェクト。強い、ドバーン。これ仲間になったりすんのかな。人玉出てるけど。お、出た。よし、この先でプニをあまり消さずにクリアしてみてよ。あ、なんかヒントも言ってくれるんだね。よし、バトルしよう。ちょっとこれで G 玉が終わるな。はい、お、いいぞ、完璧、パーフェクト。よく見よう、ここら辺かな。いいぞ、おほほほ、いい感じになってきた。おし、お、まっすぐ、いけー、まいるまいる、バチー、わった、強っ。いや、よくなったわ。できるようになった。どうだ？ドバーン！まだまだ出てこない感じかな。おはじき上手だね。あー、終わっちゃった。ちょっと G 玉が今もうね、5個になっちゃったんで、これまた、進めて土の子出たら戦えなくなってるんで、一旦ここで終わっとこうかな。で、今度はね、ごく土の子が出るまでちょっと挑戦していきたいかなと思います。多分この先、もう一個先があるのかな？もう一個先行ったところの方がいいんだよね、きっと。でも、レベルが一個ずつ土の子のレベルが上がってるから、あんまり関係なしにボンボン戦ってった方がいいのかな？ちょっとよくわかってないけど。よし、じゃあラスト、1ガチャやっていくか。今 Y ポイントで回せないもんな。ガシャな紙。何がもらえるの？ああ、特別な妖怪に挑戦できたり、ランク SS、 アンコールデッド。もう普通に Y マネーガシャ一回やって終わりましょう。どうだ？グリグリ、久しぶり。来い来い来い、あーかか。とどろき獅子。なんかすげえいっぱい持ってるな、もう。出たんだろうな、いっぱい。はい、ということで、ちょっと土の子のイベントあったんで、ちょっと触りだけまずはやってみました。次回はね、次回もし動画になるとしたら、ごく土の子と出会うまでやっていきたいかなと思います。それじゃあよかったら、また次回も見てください。土の子でした。